こうしてみるとすごいツインテールだわ。クマ？こんばんは。クマ？ツインです。こんばんは。かわいい。え 珍しく高いツインテールです。なんか三人クマとかある。どうですか？5人クマもあるの？一旦5人クマありがとう。山猫坊主。何これ。クマありがとう。ルケちゃんかわいい。10個ありがとう。なんかいろいろあるんだね。ルケちゃんクマの3つの6個。6人クマもいるの。ルケちゃん5人のクマ。待って、これ私にとっての天国かもしれない。あ、これ6人クマか。ラブ、ラブユー。ミケちゃんありがとう。わー、おいったん。ラブ、ユー、6クマ。わー。嬉しい。やった。やった。こんな可愛いの隠し持ってたんですか。わー。なんかツインテールにしてよかった。おりちゃん3つクマ10個ありがとう。ズンジ君5人クマありがとう。クマ無理やりクマ。あー、見て 今だけどう？今絶妙なバランスで成り立っております。近いし5人くんもありがとんだまー。このさ、普通の顔のクマとさ、星のクマは何が違う？可愛くて困った。困るよな。おいったん5人クマありがとう。星はゴーじゃないのはミッション。なるほど。今日はね、ドコモのね、ハードルの高いイベントだったんでね、ハードルの高さを乗り越えてきてくれたことに、感謝と敬意を表しつつ、珍しく高めツインにしたという。だよーん。
かいだそ。なかくまなくま、ぼくはくまこまこまくま。何人気なの？何人かは数えてないけど、メンツを保てるくらいには来てもらえてよかったです。ありがたや。今日さっき言ってる千穂ちゃんとご飯食べて今帰ってきたんだけど、本当に本当に今日来てくれた人に本当に敬意を表すよねっていう話をめっちゃしました。本当にあれを乗り越えられるのはなんでっていう話もしました。ありがとうございました。あのね、本当にさっきツイートもしたんだけど、なんかボイスをこうやってね、お客さんの携帯これ届るんだけど、何々さんおはようみたいな、そのみんな携帯ピカピカなのね。出社してまだ1週間とかだから、みんなの携帯ピカピカだし、なんならボイス機能を初めて使うから、みんなボイスのなんかこのアプリに音声の機能を許可する許可しないみたいな、みんな出てて、あ、本当に化粧してくれたんだ、携帯ピカピカだねってなりました。それがちょっと面白かったかな。こんばんは。そう、すごい携帯の画面割れてる人なんて一人もいなくて、みんな携帯ピカピカでした。ありがたいね。三人クマ。ねえねえ、私さ、携帯のフィルムが割れてちょっとさ、パキってなってるんだけどさ、電気屋さん行ったらフィルムって貼ってくれる？買ったら。借り替えたい。自分で貼りたくなく、もう。携帯会社にフィルムだけ貼りに行くのはちょっとあれだもんね。ビッグカメラの奥にやってくれるとこある。あ、別料金発生する。それは全然いい。いつもアップルケアするときにこの前貼ってもらったんだけど、アップルケアのとこって予約しないといけないじゃん。でもフィルムのためだけに予約できないじゃん。アップルケアのとこ突撃していいかな。アップルケアのとこで売ってるやつがいいんだよ。修理した人しか貼ってくれないかな。アップルケアのところで貼ってくれるかな。普通に買うから。どうなんだろう。フィルムが割れてるだけだからいいんだけど、ちょうどフィルムの割れがカメラの内カメの上にあって、そう、それが不便なんだよね。クマありがとう。クマ集めよ。クマクマクマ、車だよ。クマ、あ、クマ祭りみたいなやつつけよう。よいしょ、クマ祭りみたいなやつつけました。え、やばいやばいやばい、うちにいるミニクマよりもっとちっちゃいキーホルダーのこれもらえる。やばい、これは欲しい。これは欲しいです。
正直。モバイルバッテリーももらえんの？欲しい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 。ショールームのクマギフト大好きだもん。え、待って、今何位？今始めたからな、ショールーム。え、欲しい欲しい欲しい。もらおう。あ、AKB48 グループ限定なんだ、モバイルバッテリーは。ハニヤシ3人クマ10個ありがとう。クマが大量発生中。ありがとうございます。久々にこんな高いツインしたよ。でもさ、普段はこんな高いツインで一日過ごすと結構抵抗あるけど、今日はそのね、数人に会うイベントだったからいいやみたいな感じでもね、結局これでね、千穂ちゃんとご飯行ったからね、金曜の夜のまあまあいろんな人がいる中で、千穂ちゃんは普通に大人っぽい格好をしてたんだけど、私、明らかにやばいやつだったと思う。そう。だってこんな可愛い女子が二人でいるのに、その、こう誰も寄りつかない感じ、絶対私がこれで防御してたんだと思うこんなやつに絶対声かけたくないもんね。だから千穂ちゃんが大人っぽくてこう綺麗にしてたから、そう、でも目立ってたと思うんだけど、隣にいる私がこんなにツインテールだったからいい虫よけになったと思います。高波くんは10個ありがとう。おもろい。それにしても可愛かった。ドリミネーション？今日からイルミネーションも始まってたので、一緒に見てきて、写真撮った。載せよう、また。でも、ドリミネーションに関してはツインテールで正解。ほら。かわいい。と違うのありました？わかんない、毎年一緒なんじゃない？わからんけど。見た、みんなもありがとう。行けるコンサートに専念します。コンサート楽しみ。今年まだいっぱいあるもんな。うんうんうん。トゥ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 。26日にファイブアローズ行きまーす。そう、29日の金沢武士団。ね、金沢のバスケのチーム名前かっこよすぎない？
金沢武士団。金沢武士団かっこよすぎない？金沢武士団とかっこよい。金沢武士団、いいなって思った。武士と戦うんだって、今度。いいよね。武士団かっこいいよね。いや、ファイブアローズもかっこいいけど、金沢サムライズと呼ぶの？へえ、サムライズって読むんだ。知らなかったよ。めっちゃ高松行けて嬉しい。にゅんにゅん、楽しそうでいい。バスケめっちゃ楽しいよ、見に来なよ。チケットそんなに高くないよね、バスケ。そう、あのね、私を見る目的で見に来た人が割とバスケにちゃんとハマってるという構図が最近出来上がっております。交通費がね、それはある。なんかバスケは難しくないんだよ。いや、まあ、細かいこと言い出したら難しいんだけど、なんかね、何？網に入ったら、1点だから。3点の時とかもあるけど。網に入ったら点が入るから。そういうこと。わかる？トラベリングとかも私もわかんないけど、なんかノリでいける。カゴではカゴかもしんない。
だって私アンバサダーになってから結構バスケハマってて、一回アンバサダー全然関係なく見に行ったしね、去年年末年始帰った時かな。それぐらいちゃんとハマるやつなんでいいと思います。フリースローもやると思う、多分だけど。なのでぜひ来てください。この前フリースロー外したからリベンジしたい。今日の髪ピンク？ピンクに見えるね。反射してるね。クマありがとう。私はしばらくクマ集めの旅に出ます。よろしくま。クマ。こちらのクマです。よろしくま、ペコリ。よろしくま。ゾンビ倒すのも頑張りますね。でもみんなが言ってた意味が分かった。なんか今ね、何の建設も1日かかる、時間が、時間がかかるね、全部ねえ。待つ時間が長くなってきましたけども、まあ楽しんでやってます。まだ諦めてないかな。ドゥームズデイ頑張りましょう。人がね、着実に毎日増えててね、嬉しいですよ。まだまだお待ちしてますんで。ウインク、やってくれてる人ありがとう。お城レベルを上げてください。ヘルプ頑張ります。あ、ヘルプも大事、お待ちしてます。ツインテしてる、ツインテール好きな人。ウサギなろう。ダウンロードまではしてる。なんかやり始めてから1週間とかで移転できなくなるから、ダウンロードしたなら早くした方がいいかもです。詳しいことはよくわかりませんけども、ランキング読むか。僕はクーマ、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 車だよ。
それでは皆さん、一週間お疲れ様でした。九州の部、ゲームも頑張る、お城予約13になりそうです。大好き。ありがとう。お城大変だよね、あげてくの。ありがとうね。コツコツ。まだ時間あるけん。近いし、ありがとう。ナナ、うどんしか。高めツインが可愛すぎて、困った。またするね。ゆうた、ツイン可愛すぎて天才。13日の時に徳山ついでに小倉行きまして、ふっかりやな。かしわ飯弁当とネジチョコ購入してハマりました。福田セットだ、ありがとう。いいな、最近食べてないな、ネジチョコ。純次くん、ビップスを購入しようと思ったが買えませんでした。再販を強く希望します。ショーレーマのコメントの NG 規制に心が折れます。あれむずいよね。あんま気にしないね。ラフにしてください。あれ受注じゃなくて数量限定だったんだね。あのネット販売ってね、みんなが思ってる10分の1ぐらいの数しかご用意してないんだよ、いつも。本当に意味わからないんだけど。だから現場に来れば買えるかもしれません、ビップス。でも意外と人気があるって、ビップス人気が。気づいたら増やすと思います。また絶対ゲットするチャンスをあると思います。坂文ありがとう。坂文、山猫坊主ありがとう。青鬼足お疲れんこん。ツインの福ちゃんかわいいかわいい。熊イベ頑張りましょう。では熊イベ頑張る。ツインレア、おりちゃんありがとう。はじめだよ、スクフェス番外編第4回も今から楽しみ。主催様頑張って、頑張ります。前方完売して明日から一般発売始まります。こにゃまる、福田推し、福ちゃんお疲れ。高めツイン似合っていつも以上に可愛いです。熊井弁頑張りましょう。よろしく。高めツイン褒めてもらえて嬉しい。みけちゃん可愛いでした、ありがとう。可愛かったね。1位は埼玉のいたん、ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。リアスト、福田ストーチ、サンドの飯はどんな決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田赤井でした。配信見てくれてありがとうございました。疲れんこ、やすみみんじみです。くまさんもたくさんありがとう。また明日もよろしくお願いします。29日にファイブアローズに行くので楽しみにしててください。はじめだよ、ラブユー。クマありがとう。一週間お疲れでした。お互い頑張りましょう。またね。疲れんこ、やすい。